どうも、Dチャンネルのディオスでございます。帽子に草がついている。ちょっとね、先ほどまで、この中野近辺でね、撮影してたんですけども、その撮影をね、一通り終えて、これからね、帰路に着こうかなと思うんですけど、その前にね、ちょっと腹が減ったなということで、飯をね、食べようかなと思うんですけども、ちょっとね、前々から気になっていたお店が、たまたまね、この中野の撮影場所を向かう途中にあったんで、そちらでね、いただこうかなと。今回はね、ラーメンを食べようかなと思ってます。ちょっとね、今日の最高気温36度でクソ暑いんですけども、ラーメンを食べようかなと。もうこの際ならもうもっと思いっきり汗をかいてやろうかなと思うんですけども、カムクラだったかカムクロだったか、なんかね、そういった名前のラーメン屋さんがあって、そこね、なんか関西の方だとより有名な感じらしいんですけど、なんかね、ダントの松本さんだったりとか、あの芸人のかまいたちさんとか、そういったのが、カムクラの、ブラックカード、なんか好きなだけラーメン頼みますよみたいなカードを持ってるみたいな、そういったなんか芸能人御用達のなんかラーメン屋さんがあるみたいなので、なんか見た目もね、なんか前に自分が都道府県シリーズでやった、奈良の天理ラーメン、あの白菜を炒めたなんかスタミナラーメンみたいな感じの、そういった感じの見た目らしいんですよね。ちょっとね、それ前々から気になってたんで、そこに行ってみて食べてみようかなというふうに思います。このね、笠井ってお店も気になるんですけどね、もう閉まっとるわ。もう常に人でごった返しとるわ、中野は。
はい、というわけでいただいてまいりました。いや、本当に鎌倉でしか味わえないラーメンだなと思いましたね。とにかくね、基本的には優しい醤油ラーメンの味なんですけども、そこにね、白菜の甘い感じのね、出汁が効いてるってことで、やっぱね、白菜のそういう風味感じるって、やっぱ鍋物のスープを連想させるっていうので、なんでしょうね、究極のこう鍋の締めをいただいてるみたいな、そういった感じのラーメンでしたね。そこにニンニク入れるとね、より風味増してうまかったですし、まあ、辛いの得意な方は、まあ、刻んだね、あのニラの辛いやつとか豆板醤とか入れるとより美味しくいただけるのかなと思いました。まあ、今回行った中野が特殊だったのかもしれないですけど、自分の周りのお客さん、かなりの率で外国人の方が多かったですね。本当、国籍問わずアジア圏の方とか、アメリカ圏、その金髪の方とか、そういった方とか見受けたんで、多分海外の方が食べやすいラーメンっていうのが、ああいう鎌倉のラーメンなんだろうなと思いましたね。興味ある方はですね、ぜひとも鎌倉行ってみてください。ちょっとね、今周りがゴロゴロ行ってて、なんかすごいゲリラ豪雨が来そうなんで、早うちに帰りたいと思います。帰ろう